はい、皆さんこんにちは、榊敦史です。中央日報ですね、4月13日7時30分今朝ですねに出た記事で、まあちょろちょろ見てたんですけども、こんなんございます。13兆ウォン打って469兆ウォン残った、点点点、外国人投資家の株式、韓国株式保有急減、急に減るってやつですね。ちょろっと読んでいきますね。先月外国人投資家らが韓国市場で売った株式の規模が13兆ウォンに達することが明らかになった金融監督院は13日報道資料を通じ、3月中に外国人投資家は上場株式13兆4500億ウォン相当を売り越したと発表した。投資家の国籍別では米国が5兆5000億ウォンを、ややこしいな、5兆5000億ウォンを売り越し、英国が1兆9000億ウォンなど、欧州が5兆ウォン相当を売り越した。まあほとんど米欧で、ですね、10兆ウォンを売り越したわけですね。それでもね、まだ読んでいくとね、460兆ウォン残ってるわけですよ。460兆ウォンっていくらかと言いますとですね、だいたい一桁外したから日本円ですから、46兆円ぐらい残ってると。まあ大したもんですよ。469兆ですから、そうですね、46兆円ぐらいですね。まあまあ、ええんちゃいますのという感じで、ただ、どんどん売っているということ自体がですね、ちょっと、多くの外国人、米欧の外国人がですね、韓国経済に対してですね、警戒心を持っているということなんでしょうね。うん。で、この1、2ヶ月ですね、それが、たくさんあるということでございました。そもそもですね、どう言いましょうね、1997年、の通貨危機というのがございまして、まあ、通貨危機というよりも、その韓国にドルが足らなくなって、ウォンが急落するというシチュエーションがございまして。そこで IMF というところが入ってきてですね、その韓国経済をまあ管理下に置いたわけですね。その時に、それまでね、韓国というのは外国資本というものをあんまり入れなかった国なんですけども、それ解放せということになってですね、まあ、無理やりこじ開けられてですね、実は韓国の主要企業というのは大体欧米の資本が、まあ、支配していると言っても、まあ、言い過ぎではないぐらいなんですよ。まあ、金融機関もそうなんですけど、それがですね、今逃げ始めているという簡単に言うとね、逃げ始めているということでございまして、まああれですよ、そんなその言うほどね、心配する水準でもないんですけども、まあ韓国の方にとってはですね、気になるわけでしょうね。最後こんな感じです。一方、外国人投資家は韓国の債券に対しては1月から準投資を維持している。金融監督院によると、先月外国人投資家が買い越した上場債券規模は、1月の6兆2110億ウォン2月の3兆4790億ウォンより増え、7兆3990億ウォンを記録した。このうち満期償還などの3兆8180億ウォンを除くと、先月の外国人債券純投資金額は3兆5810億ウォンだ。うん、これは上場残高の 7% に相当するって。まあ別にええやん。債券に投資してくれたはんやからええやん。ということですね。ただ、どう言いましょうね、じわじわとですね、外国、欧米系の資本がですね、韓国から引き始めているというのは、引き始めているという記事はですね、あっちこっちで散見します。ですので、そういう傾向はあるのだろうなと思いますね。
で、ウォンがですね、まあ、今ちょっと落ち着いてますけど、今後また下がりそうな勢いなんで、そんでウォン建ての資産っていうのを持ってると危険なんやなという感じで受け取ってるんではないでしょうかね、欧米の投資家が。そういう感じがしました。はい、ちょっと流出系かなという、そういう記事でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。